6年間暮らしたアパート、先日退去しました。引っ越しは軽トラをレンタルして友人と2人で行いました。最後だと思うとなんだか名残惜しかったです。新居は年季の入った木造アパート。引っ越して1週間たち、ようやく落ち着いてきました。古いですが、風呂、トイレは別です。部屋はこんな感じです。床にクッションフロアを敷きました。キッチン収納も増えました。前のアパートは隣人の騒音がきっかけで引っ越しをすることに決めたのですが、新居に来て1週間静かに暮らせています。今夜は鶏鍋を食べます。台所が少し広くなって食器の水切り場ができたのもささやかな喜びです。今日の晩ご飯です。いただきます。また改めてルームツアーもしたいと思います。